ホストモード解除。あ、解除に時間かかってるんだ。なんかちょっとあれだな、BGM が、なんか癒しじゃないな。なんか YouTube からこう、癒しのクラシックがいいな。こんばんは。癒しのクラシック音楽集にするか。これぐらいの方がいいな。こんばんは。なるほどね。配信の状態が見られるんだ。なんか、ちょっとこっちの話なんだけど、管理画面がだいぶ変わっちまったな。なるほど、なるほど。癒しって感じだろう。これぐらいがちょうどいいんじゃないかな。よし、ちょっとね、私はちょっと動画のね、作業をしながら、こうゆっくりとね、ラジオやっていこうと思います。本日は、お品書きは何だっけ？もう自分で書いて忘れちゃった。こんばんは、おいっす、こんばんは。本日はね、こうラジオとしてもね、活用できるように、すべてのね、コメントを私が、ちゃんと音読して、しっかり噛み締めていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。こんばんは。月は綺麗ですね。はい、ありがとうございます。こんばんは。藤原道長ですか？はい、そうです。お疲れ様です。お疲れ様です。様です、入れちゃった。本日の品書き、なんだっけか。今日何話そうと思ったんだっけ。私が今日話そうと思ったことがいくつかあります。まあね、スローなライフ、面白いやつと面白くないやつ、反抗期2016年を振り返る、4本立てで本日は、やっていこうかなというふうに思っています。話し方も穏やかですね。はい、ありがとうございます。やっぱりね、今日ぐらいのね、今日みたいなこのゆっくりとした感じでね、やっていこうかなというふうに思います。絶対途中で雑談なんかするんだから言わなきゃいけないです。雑談じゃねえわ。挫折すんだから。挫折はしないよ。ゲームやってる時はね、こう、どうしてもね、ほら、ゲームに集中しなきゃいけない、そんな時間もあります。ただし、まあね、ゲームやってなければね、すべて、こう、いけるんじゃないかな、と思います。こんばんは、月、きれい。いいね。トログが来てくれてるね。ありがとうございます。月は綺麗ですねは、あなたが好きですっていう意味もあるんやで。せやで。みんなよく、俺もし、よく知ってる。平安時代の文化やな。多分な。こんばんは、今日も筋。はい、ありがとうございます。今日も月が綺麗ですね。はい、ありがとうございます。今日のお酒は何ですか？今日はね、お酒は、全く飲んでいません。今日はね、ナチュラル疲れ。前回の、何？お酒ワイン飲んでやって配信した時には、明らかなこうアルコール疲れみたいなものがありましたが、本日、私は今、ナチュラル疲れに、あります。東京都警許可局長、今日急遽許可拒否。はい、完璧です。完璧に、早口言葉も読めました。事故、監獄。あ、忘れてたわ。一つ飛ばしてたわ。あまりにトログのこと忘れてたわ。すまね。監獄な。そういえば、ツイッチの方で、ああいう、なんていうか、こう、やばそうなコメントは自動的に排除してくれるシステムが、なかなか、そういうのが、システムが整うらしいのでね。これから、監獄。でもね、あれもさ、まあ、コメントにもあったけどさ、韓国の人、本当に韓国の人なのか、韓国人を装った日本人が、なんか韓国ヘイトを集めようとしてやってるのが、ちょっとね、非常にね、わかりづらいのでね。ちょっとね、なんかいろいろあるよな。あれな、ティーも教養あるからみんな知っているはず。月の話な。そやね、そらそうや。ダイパンはタイムテーブルに載っていますが、ダイパンは今日はしないんじゃないかな。今日でダイパンするような出来事に多分今日遭遇しないと思うわ。安心して。事故、マシ、コラボ、いつ。あー、マシアギさんのコラボか。でも、マシアギさん何やるかな？何やるかっていうのがまずあるよな。
多分それ、マシャギさんも思ってると思うわ。マシャギさん最近なんか他のゲームやってるもんね、よくね。今日もやってんのかな、よくわかんないけど。インターネット開通しないよ。ネット開通しないとか地獄だよな。もう気持ちよくわかるわ。俺も、俺も2週間ぐらい書かれてるだけで地獄だったからな。ネットは本当に絶対に必要だよね。会費自己食いいでしょ。これはみんな欲しいって言われてるやつだね。完璧に読めたよ。お品書きはあの順番でやるの。まあ、どうするか考えてないな。一応あれは、お品書きは、俺が今日話そうと思ったことを、ちょっとだけ羅列しただけだから。なんか、ちょっと順番はあれだよね。ごちゃごちゃするかな。バリーラコス、まだですか。バリーラコスの準備しなきゃいけないの。そろそろ金髪のカツラ本当に買わなきゃいけないんだよね。俺、金髪のカツラ早く買わなきゃいけねえわ。ちょっと待って。ああ、ふるさと納税もやんなきゃいけねえ。あ、やることいっぱいあんな。ちょっと待って。俺、ふるさと納税先にやるわ。待って待って。ふるさと納税、ちょっと俺何かを決めよう。ふるさと納税買わなきゃいけねえわ。金髪のカツラとふるさと納税。ああ、でも YouTube やるって決めたから、先に順番でタスクをこなしていこう。バリーラコースもそうなんだよな。マシバギさんとミニメトロ。ああ、マシバギさんもミニメトロ、やってるらしい。ちょっと見たことまだねえけど、俺は。ポケゴー配信待ってるんだけど、ポケゴー配信はね、もしかしたら、俺が、俺がね、ハイパーリアル無職になったら、できると思うな。無職というか、自営業になったらかな。ポケゴー配信が俺ができなかった理由は、まあ、過去にちょっと一回説明はしたかもしれないけど、ポケゴーができなかったのは、回線がね、あまりに弱すぎて、一回 YMAX で、上り強いと思って YMAX でやろうとしたんだけど、YMAX でもね、ある程度の画質でやってもね、結構ね、切れちゃうというか、切れちゃうというかね、画質が下がっちゃうんだよね。ガサガサになっちゃうっていうのが分かって。で、なんかね、その制限無料の LTE のさ、クソ速いやつを、制限無料、上りに関しては、制限無料で使えるやつがあるんだけど、それがね、どうもね、法人しか契約できないんだよね。だからそれが法人契約ができるようになれば、その回線使えば多分できると思うんだけど、いくらだったかな？年間6万ぐらい。年間6万円だから、まあ、もしそれ買ったら本当に本格的に やんないと元取れないんだけどさ。こんばんは、月みたいに。な、お肌ですね。綺麗なってこと。クレーターがあるってことかな？ バレてるのかな？よく見えてるのかな？根室に2万入れたら蟹 3kg もらえる。あ、そうだよね。ふるさと納税、そうそう。もらいたいんだよね。俺、毎年も焼津のマグロバッグもらっていくかんな。今ね、ポケゴーはやってないんだよね。ちょうどね、仕事辞めて、ちょっとごちゃごちゃ忙しかった時期だったっていうのもあって。それと、なんだろうな。なんかポケストップが俺がやってるとこすごい少なくてさ、こう都会との格差を感じたらなんか急にな、なんかないじゃんって。まあ、さらに今田舎に来てるからもうポケストップなんてほとんどねえんだけどさ、どうよ、あれ田舎の民でもあれ楽しめんのかな、最近は。なんか新しいポケモンがこれから追加されるっていう、そういうね、ニュースはね、私も目にしてるんだけど、事故。今日も綺麗。はい、ありがとうございます。トログさんが今日も来てくれました。それぐらいかな。でも、ポケゴーも、もうちょっとあれだよな。ポケゴーは、今まさに MVNO の SIM でツイッチにつないでるけど、地獄だよ。YMAX とかダメ？ YMAX はダメなのかな？ YMAX のさ、YMAX って、YMAX2 は確か制限あるけど、YMAX1 は制限ないでしょ？違った結果。俺の認識だと YMAX1 に関しては、制限がなかった気がするんだけどな。違ったかな？いいね。それぐらい略してくれてもいいよ。事故、今日も、ヒレ。なんだろう、この卒業式みたいな感じ。一同起立。
ああ、言ってるだろうな。回線弱いので画質をモバイルで見ています。ああ、なるほどね。モバイルでも、あ、ラジオだったら十分聞けちゃうのかな。多分、ほとんど、文字は読めないだろうけど、なんというか、音声ぐらいだけだったら聞こえちゃうかな。一応これさ、俺 YouTube のさ、何？癒しのクラシック音楽集ってやつにしたんだけどさ、まあ、癒しなのかな？事故、トゥデイ、ビューリフル。ありがとうございます。トログ、英語版もいるんだね。英語版のトログもいるなんてな。ちょいじきちゃう、せやな。寂しくなるな、せやね。ふるさと納税すると、どれぐらい免除されるの？ふるさと納税はね、高所得、収入がね、高ければ高いほど免除される金額が増えるんだよね。で、まあ、俺の場合は今年の収入は、働いた1月から、税金って1月から12月までの区切りだから、1月から8月まで働いて、それプラス退職金があるから、それなりにね、免除されるのかな。まあ、それで金額で言うと俺がいくらもらったか、だいたいバカっちゃうから、あれなんだけど、まあ、あれじゃない、7、8万、7、8万、9万、10万、11万、12万、13万ぐらい。それぐらいはね、それぐらいの金額を払っ、2000円でたくさんまあそれぐらい分の買い物ができるみたいな。まあお得やね。要するにお得や。画質モバイルどころか音声のみでもブチ切れ。ブチブチ切れて、事故何言ってかまたか。ゴミ。ゴミすぎる。ZTV。ジーコトゥデイビューティフル。いいね。ZTV。結構な額なんだよ。だからね、働いてる人、収入がね、例えば、4、500万あったらもう結構になるから、やらないと損だよね。俺、この前テレビで、やってるの見て、なんか年収がすごいある人、それこそ、3000万とか。そういう人たちが、何、税金払わなくていいから、その分だけ浮くからってことで、ものすごいやってるの、特集してたな。恐ろしい金額。納税、ふるさと納税でやって、取り返すというか、金自分のものにするみたいな。見るやんないの、ちょっと疲れた。今日はもう頭が回んね。無理だ。もう脳みそが回らない。ZTR、ジーコートゥデイ、R は何だろうな。R は何？過去に上げた動画が一体どれか、どこから上げてあって、どこから上げてねえのかがもうわかんねえわ。バカ。さっぱりわかんねえ。ほんとバカだわ。やっぱりわかんない。 俺は葬式んとこだよね、あげてんの。もうわかんねえよ、YouTube。死んでくれ、YouTube はもう。で、何をあげて何が上がってねえかっていうのさえもわかんねえ、今。もうわかんねえ。一回消すかな。はあ。途中まで俺頑張ってあげた気がしたんだけどな。なんか、海賊に精神が出ちゃう。疲れてる。いや、昨日さ、俺、何？晩ご飯にさ、お寿司を食べてさ、お寿司を食べたんだけど、お寿司屋さんのさ、何？抹茶？抹茶を飲んだせいだとおそらく思われるんだけど、なんかね、夜よく眠れなくって。じゃあみんなカフェインはどうなの？
とりあえず編集、そうそう、とりあえずね、ぼちぼち編集してる。Radio です、Radio です。ジコさんこんばんは、鹿島アントラーズにいた頃からファンです。はい、ありがとうございます。私のこのね、ジコというここで使ってる名前もね、やっぱり、ジコさんから、ちょっといただいているので、その時から私のことをよく知って、ファンでいてくれるということをね、とても、感謝しています。そしてあなたはそれを、誇りに思ってね、これから毎日、生きていってください。1分55から、ああ、見っけたわ。このクソファッキン動画、1分55。ああ、リュウジに負けたやつだ。腹立つわ、リュウジ。暇さえあるから、コーヒー飲んでるから、やばい。本当、でもそれでも夜眠れちゃうタイプなのかな。それで夜眠れなければ、夜眠れちゃえば、まあ別になんというか、別になんというか、弊害がないんだけど、どっちかってあれかな、カフェイン中毒かな。俺の友達も、カフェインを定期的に摂取しないと、まあガタガタするっていうのは今言い過ぎなんだけど、まあ嘘なんだけど、ガタガタは。なんていうか我慢できないみたいなこと言ってるやついるけど。自己、今日は月。そうやね。私も月になりました。ああ、シークバーが出てねえんだけど、バカかよ。ほんと、何ツイッチと仕様変わったな。ゴミになったな、さらに。前よりもゴミになってるわ。ツイッチバカだわ。シークバー出せ。HM プレイヤーを、うん。懐かしのジャラズ、さっき見た。いいね。ジャラクサスズーはまあ、伝説の一戦だからな。快眠余裕でカフェイン OK。おお。それはすごいな。羨ましいわ、俺。以前にさ、利き茶大会に出たって話したじゃん。お茶の大会。お茶をこう飲み分けて、どれが一番かっていうのを当てる。どれが一番かじゃない。どれがどれかっていうのを当てる大会に出たっていう話したと思うんだけど、その日もね、お茶をもう飲みすぎて、夜眠れなかったからね。まったく。くっそファッキン眠れない。ジャラズ戦はベストバウトだと思う。せやな、ジャラズは面白かったな。嗅覚優れてるのはジミーちゃんと、あ、ほんとジミー大西。でもジミーちゃんはすごいよね。あの人の色彩感覚はすごいよね。あの人の絵は、なんだろう。なんか才能を感じるよね。なんと原色の使い方というか、黄色とか赤とかあの辺が並んでるあの絵。ジミー大西はすごい上手いよな。例えばさ、俺みたいな個人が海外旅行行ってみたいってことで、ジーコに2泊3日で通訳頼んだらおいくら万円取る。どうなんだろうね。別に俺金取って通訳とかってやったことないしな。どうなんだろうね。相場もわかんないから何とも言えねえな。でも通訳っていうことは、でも俺のさ、その宿泊費とかさ、は全部出してもらうんだろうな。そうだよね。そういうことになるよね。まあそれとは別に純粋に通訳の仕事だとして、一日通訳だけだったら、例えば文化の説明とかそういうのがなくて、本当に通訳だけだったら、どうなんだろうな。まあ時給、通訳の時給を一日、まあ時給で考えて3000円だとして、まあ実働時間が、まあどれぐらい ?3000 円だけど、まあ長く一緒にいるから、まあ2000円にする ?2000 円だとして、まあ、一緒にいる時間が3日間で、どれぐらいだろうね。20時間。行くかな?行かないかな ?2000×20、4万。他のホテル代と、食費は別。じゃねえか?あとは飛行機代も別。別々で。ぐらいじゃない?なんで?すごい変わった質問だと思うけど。なんでだ?
そうそう、ギンギンでさ、眠れなくなっちゃうんだよ、あれ。なんかビデオマネージャーがなんか使いづらくなってる、ツイッチ。ツイッチ仕様変えやがったな。どいつもこいつも俺を裏切りやがって。現地で休むのがそうだね。裏切られてる。困ったな。せっかくいい編集ツール見つかったと思ったのにな。プレイヤーがぶっ壊れてるな。でも、通訳が必要だとかって思うんだったらあれじゃない？ツアーで行った方がいいんじゃないかな。ツアー。これツアーありだと思うけどね。決して悪くない。選択肢じゃねえかな。裏切り対策しておかないから、何の話だろう。ああ、配置が悪かった、俺のビデオの。頼むわ。ライオット、プリーズ。ライオット、マジでプリーズ。いやー、みやー。みやー。ねえ、今日の、だいぶ俺の喉も 温まったし、温まった、温まってねえな。まあ、今日のまあ簡単な、軽そうだな。面白いやつと面白くないやつだな。今日はここから行こう。ジゴさん、歯並びいいですね。はい、ありがとうございます。でもね、まあ俺、まあちょっと、高校の時部活でさ、歯にちょっと怪我をして、それから若干歯並びが悪くなってしまった。若干な、下の方が。なんかさ、全くこう面白くない人っているじゃん、話してて。待てよ。次のスタンプ決まってる。次のスタンプまでだいぶ先だぞ。時間ものすごいかかるよ、多分次のスタンプ。もう大人気配信者にならないと次のスタンプは見えないぞ。部活はね、サッカーと混ぜてのバレーボールな。いやいや。なかなか、次のスタンプ何にするか決まってはいないけど、すさまじく時間かかるぞ。あ、いいや、もう今日ゆっくりやるわ。ジコさんってハースストーン以外のゲームしないんですか？やるよ。どっちかっていうとね、こう、パズルゲーとかね、ああいうのが好きだな。まあ、ロールプレイングも、最近ちょっと、休止してるけど、まあ、休眠中なんだけどさ、FF とかやったり、あとなんだっけか、俺やってるの。あとは、ミニメトロ、そうそう、ミニメトロっていう鉄道のゲームをやったり。まあね、割といろいろゲームはやるよ。俺が好きなやつを。面白くない、面白くない。そうだ、先にその話だけちょっとしちゃおう。いるじゃない、こう、全く、なんていうか、まあ、ユーモアのセンスがないって言うと、なんていうか、言い過ぎなのかもしれないけど、返しが面白くないとかさ、コメントが何にも面白くないとかさ、そういう人って。で、でもね、そういう人って
たちのね、なんか俺共通点はね、なんだろうと思って、まあ逆に言うと、まあこの人はなかなか面白いなっていう人の共通点はなんだろうっていうふうにね、やっぱりね、こう俺思うとね、やっぱ面白いし、まあまず面白くない人だな、なんていうか、こう対して話が何にもこう、俺のやっぱり面白さっていうのはさ、やっぱり笑える笑いはこう自分の思ってたこの予想とこう全く違うことを言ってびっくりしたり、それとあともう一個が、これ笑いに関してはね、俺なんか新潟大学の先生がね、確か俺本を書いてるのがあって、笑いの仕組みみたいなやつかな、あって、俺それ過去にも読んでるんだけど、まあその先生曰く、人が笑うっていうのは、例えば自分の想像していることと、さっき言ったね、もう繰り返しになっちゃうけど、遠くに離れる。思ってたのと全然違う。遠くに行って、で、ちょっとびっくりして、まあそれを、なんていうか解消するため、というか緩和するために笑いが出る。というのと、もう一つは、ものすごく、遠くにありそうなものをぐっと近づける。例えばそれがよく、ミミッチだっけ？マメッチだっけ？あの人がやってるやつ。なんだっけ？かけ漫才じゃない。なんだっけ？何とかとかけまし、何とかと解きます、みたいな。その二つが、まあ、主なものだと。まあ、そんなこと言ってて。でまあ、そういうね、なんていうか、遠くにもね、近くにも近づけることもできないタイプの人ってさ、まあ、話してて、多分いると思うけど、でもね、どう、まあ、俺の個人的な、見方であり、かつ、若干、まあ、似たようなことをね、まっちゃんが言ってたんだけど、まあ、ちょっと性格かわかんないけど、まあ、ある程度、こう、幼少時代、そうだな、小学生、まあ、中学生、まあ、小学生、中学生ぐらいまでなのかな、こう、すごくね、恵まれた環境にいる人、まあ、例えばね、家庭問題がないとか、例えば学校でも、まあ、うまくいくというとあれだけど、特に問題がない人、というのかな。ああいう人たちはね、面白さがない、というふうに俺は思うんだよね。あ、ねずっちありがとう。というのは、なんだろうな。やっぱりこう、まっちゃんのね、まあ、俺まっちゃんにやっぱすごく影響を受けてるな。こう、しんどいことをね、なんとかしてこう、笑いでごまかしてやってきたみたいなところがね、やっぱり、あると思うんだよね。こう、多少の歪みをね、なんとかして、こう、自己正当化しなきゃいけないというか、笑いにでも変えないとやっていけないというか、そういう、幼少期の、負の体験みたいなね。すごくね、まっすぐでいい子が多いんで、面白くないやつって。俺の知ってる面白くない人って、すごく素直で、すごくね、真面目で、育ちの良さそうなね、人が多いんだよね。だ若干な、ひがみが入ってるかって言ったらそうかもしんないけど、でね、俺がね、見た感じ、なんだろうな、傾向としては、多少のもともとなんていうか、こう、歪みが、あった人。まあ、過去、な俺と大体付き合うやつがそういう、面白くない人とあんま付き合わないというか、ところがあったというか、だいたいね、俺がよく付き合う人は、ちょっと俺っていう、おかしい。まあ、例えば家庭環境だったり、何らかのね、こう、負の部分を背負ってるというかね。だからそういうのをね、感じて、そうだね、緊張と緩和。あれだよね、それも、もともとは、桂枝雀っていうね、すごく、伝説の、あれだよね、落語家。もう、自殺しちゃったんだけどね。まあ、多分関西の人だったら多分知ってんだろうね、桂枝雀って。俺が初めて関西に旅行に行った時にも、桂枝雀特集をテレビでやってて、ああ、桂枝雀さんはすごい有名なんだろうな、と関西では特に。あの人が言ってたんだよね。で、それをまっちゃんが、まあ、もちろん、その人が言ってたっていう前置きもつけて多分話してて、いつの間にかまあまっちゃんが言ってるっていう風になって、まあ一人歩きしちゃってるところはあるかもしれないけど、あの人が緊張の緩和って言ったんで、緊張とじゃないな、確か緊張の緩和って言ってたんで。
でもそういうのが、なんて言うんだろうね。俺の知っているすごくこう、まっすぐなタイプの人って、ないんだよな。なかなか、まあ、いいことではあるんだろうけどね。近所のおっちゃんが面白い。配信力が高い。せやろ。言いそうな。あった方がいいんだけどね。あの人の落語はめっちゃ動きすごい。あの人は本当に役に入っていくんだよね。いや、落語でね、俺ラジオでいいと思ったんだけど、あの人は動画で見た方が面白いわ。あの人はね、俺ラジオで全部一応、あの人の、全集を全部借りてきて、全部 iPhone、あの時 iPod か、叩き込んで聞いてたけど、あの人の落語は目でも、もし見た方が、より面白いよね。まあ残念ながらね、ああいう天才は、散っていってしまうものなんだけど。俺何にもあれだわ。落ちるも何もない。俺の思ったことしか話してないけど。でもなんかそういうのをすごく感じるな。豊かな、まともな生活をしてる人なのかなと思う。私なんか思うわけよ。いざとせかもね。いや、できてもね。どうなんだろう。皆さんの周りの人はどうなんだろう。こんばんは。だからこれ、癒しって言いながら、すごくあれだな、暗くなる音楽だな。なんか若干こう、違うんじゃないかって思うけど、まあね。まあ、目がね、活かしてますね。はい、ありがとうございます。蝶々だからな。ね、今日本当頭回ってねえわ。癒し求めるなら橋の曲、あ、橋にする？橋にすっか。なんか、もうなんかこの前、橋にしよう。あ、もうやめた。もうこんな。でも。本当だよね。葬式会場になってるよね。橋にするわ。ダメダメ。どんどん気持ちが下がってくる。気持ちの落ち込みがね、ひどい。ミルローグの葬式会場だよね。若干、髪型若干ツーブロックになってます。そうだな。俺の望むところではなかったんだけど。ああ、これやば。結論から言うとなってるわ。なってきちゃうね。眠くなってきちゃう、これ。癒しより楽しい曲の方がいい。何がいいんだろう、もうね。いや、これもういろいろ引っかかるんだよね、 YouTube とか上げると。もうそう、めんどくせえからさ。まあ、ポリブリッジだったら絶対怒られねえから、過去何回も使ってて。 FF っぽい BGM、 なんか怒られないやつにしたいんだよ。
すぐ怒られるから。ボサノバ。ウクレレおじさん。おお。何の通知かと思ったらツイッターだわ。ちょうどツイッターが現在1500人にフォロワーがなりましたよっていう通知が来たわ。ありがとうございます。ツイッターは今まで俺がツイッターの宣伝もっと頻繁にした時にはツイッターだけは絶対にフォローしないっていうのが一連の流れだったけど、その例のツイッターの1500人フォロワー、突破しました。皆さんありがとうございます。わざわざツイッターアプリそんなこと俺に教えてくれるな。なんかこれおすすめの一曲。あ、これまた怒られるんだろうけどな。2分、絶対これ怒られる。本当にツイッチ仕様変えやがったな。あのリツイートのやつは落ち着いたんか。あのリツイートね、まだね、2日に一遍ぐらいリツイートされてるよ。2日に一遍。バカ。完全にバカ。3000これで広告設定しましょうってめちゃくちゃメール来る。なんだ広告って。稼げんのかツイッターで。これもツイッターで稼げる時代が来たのか。すごいな。こんばんは。レジェンドランクの私が来ました。ちょっとさ、今度さ、俺にさ、コーチングしてくんない？ちょっと誰かに俺も教わる。俺もお姫様配信もしたいんだけど、ちょっと教えてくれ。俺にハースストーンの戦い方を。ミルローグならならよし。なおよしだわ。まあ、どっちでもいいけど。ぜひ俺もレジェンド行きたいから。できるだけ短時間で。あんま長い時間はゲームできねえから。そういうのも待ってるわ。みんなの挑戦、待ってるぞ。ある種挑戦だよな。金払って自分のツイート宣伝するのにツイッターしたからバカ野郎誰がするかなめんなよツイッター。なんで俺がツイッターに金払わなきゃいけないんだよ。そんな、そうか、もっとあなたの何ツイッター力を高めるために宣伝しませんかみたいな感じか。そういうことか。やりたくないな。それはやりたくないわ。ヤップーだよね。そうそう、有名になるために月初めにクソファッキンアグロでレジェまで行ってから見るでレジェのランキング上げるスタイルと。あ、でもさ、時間流れてるでしょ月初め。まあ頑張ればできんのかな。何時間でやればいいのかわかんないけど、クソファッキンアグロデッキ今から回しても、まあ無理じゃないだろうけど、どうなんだろうな。だるいよな。でもみんなどうしてんのかな。 レジェンドになる人ってみんな、まあ、クソファッキンアグロなのかな。まあでも面白デッキ使ってあげてる人もいるよな。まあライゼンとか別に普通にローグであげてるよな。
確か 64% だったかな、なんか見たら一回ちょっとライゼンのツイートで、あのデッキトラッカーのやつ見て分かったけど、ローグで 64% で勝ってそのままレジェ行ってるのがすげえなと思って、ほえーと思って見てたけど、ビルの魅力についてやっぱりロマンだよな、最後にドローで勝つっていうあのロマンはちょっと変えがたいよね。他にはランク5からは根気だけが必要、あそれがないんだよな、そこからが難しいんだよね。ランク5からはほんと別世界な感じ、せやろな。ツイッターマジバカ、ツイッターバカだよ。いやでも月末になるとランク5でもちょっと怪しいプレイ増えるでしょ。月末はちょいとばかし、なんで室内で帽子かぶってない、本人に聞いてみようか。ファッションだよ、ファッション。あ、レノロックのゲーム、そのまま丸上げしていいかな、もう3時間でいいや。どうせこれ見ねえだろ、みんな。0450。2時間58分か。まあいいじゃない。ルジかかっ。リーチかかってまた落ちてを何回も繰り返すから自己精神崩壊するよな。俺無理だと思うわ。メンタルの強さってやっぱゲームの強さでうまさだというのにもあるからね。その辺のね、俺崩壊すると思うわ。大パンすると思う。また何度でも大パンすると思う。何度でも。自己さんの最高のランクはね、ランク4。それが10月だったかな。ミルローグのランク4がベスト。あの月にもうちょっと頑張っとけばよかったかな。あの月にもうちょっと頑張るのは必要だったかもしんないね。あの月はね、メンタルディストラクション、そうだよね、精神崩壊だよ、精神崩壊。トイレ行ってくるわ。ちょっとしばしトイレ休憩。よいしょ。
ラジオ久しぶりやね。この氷は溶けるまで作業するわ。こんばんは。ちょっと氷をね、ゆっくり口の中で溶かしていく。ゆっくり。時間をかけて溶かしていくわけ。これは今日も美味しいな。ほんと氷はいいわ。氷だけで俺のこと分かってくれるのは、もう今この世で俺のこと分かってくれるのは氷だけ。冬だからこそ氷。俺の高校の時は先生も言ってた。寒い冬こそ、寒いものを食べ、暑い夏にこそ暑いものを食べるんだ。そういうこと言ってた。その通りだ。ぷっくり可愛いですね。はい、ありがとうございます。氷食症ってやつだな。こんばんは、次ひるですね。はい、ありがとうございます。結局作業してね、してるよ。一応今ね、微妙な飼育、微妙な飼育をしてるから今。冷たいものは年中体に悪いよ。そうだね。一番いいのはこう、やっぱ腸とかね、内臓を温めることはすごくいいっていうからね、まあそのことに、まあ全く真逆のことをしていますのでね、まあね、それがいいわけはないですが、まあ、でもね、それをしないとこういけない。というふうに思うわけですわ。マシワギさん、オートホスティングだ。ありがとう、マシワギさん。ティームマシワギもこれで俺のとこに来てくれる。あ、でもティームマシワギは今、親分が今どっか YouTube でやってっかんな。親分ほんとそろそろ、親分大丈夫なのかな、怒られないかな、ツイッチに。まあ、ツイッチバレなかったらいいと思うけど。教職系男子、あ、ツッツさんだ。あ、ツッツさんだ。多分、その、あのツッツさんだ。ほら、このツのマークで分かった。ボタンクリックしてツッて出たから間違いないわ。そうだと思った。友達に溝落ち殴られすぎて十二指腸回路になった俺し、なんで溝落ち殴られんの？あれやってたの？息止めるゲーム。息止めるゲームやってたの？なんかこう、小学校の時流行ったでしょ、みんな。落とすやつ。溝落ちをものすごいこう思いっきり押し込んで、
無理やり落として気持ちよくなるやつ流行った。うちの小学校で流行ったよ。俺学校で全面的に禁止されたよ。そういえば溝落ちをこうグイグイ押して落とすってやつあったんだろうな多分な。あれ俺の小学校だけじゃないわ多分。溝落ちグーって何人で複数の力で押して落とすってやつ多分流行っただろうな。ゲーミングそれだな多分その影響だね。ゲーミングトークショーやってるのほとんどコリアンやな。ああそうなんだ。ゲーミングトークショーさやっぱ好き。なんかねだってさ韓国ってさ、だってこのソーシャルイーティングができたのってさ、韓国のおかげでしょ。おかげというか韓国の人がたくさんソーシャルイーティングやってるから、ツイッチも正式になんかそれサポートしたっていう話を聞いたの。今の逆境の環境でミルログ使いすぎる、それとも違うデッキ。あのね、表ではねミルログ使って裏ではアグロシャーマン使う。海賊アグロシャーマン OP、ようこそマシマシ、マシワギさんのティーム、マシワギファミリーが今流れ込んでるはず。氷ですか、いける口ですね。わかるだろう。息止めるゲームで水落ち殴らせる意味がわからん。まあ、せやな。失神ゲームやっぱ流行ってるよね。やっぱ流行ってたんだ。いや、流行ってたよ、これ。やっぱ流行ってる、人と流行ってないところがあるんだね。やっぱ流行ってるところもあるんだ。ソーシャルイーティング、そうそう。韓国の人。あ、韓国の人は、あ、こんにちは。こんにちはじゃない。こんばんは。日本語も話せるのかな？すごいね。韓国語と日本語、なんか似てるって言うけど、すごいわ。よう、俺の話してることがわかるというのは、相当な日本語力を持っているな。そうか、そういうゲーム流行んなかったんだ。俺の小学校の時すごいやってたけどな。俺今29だから、多分それぐらいの人は多分みんな、やったんじゃない？ぐいぐい押し込むやつ。まあ俺はちなみになんか、自分の健康は第一だと思ったから、全然こういう、そういうのは、それちょっと危ないのはやんなかったけど。日本語簡単だわ。すごいな。なんか文法が一緒だっていうよね。日本語と韓国語ってね。噂によると。だから、ただ単語とか並び順が違う。並び順じゃない。単語が違うだけだから、それをただただそのまま差し替えていけば、なんとかなるよっていう話は聞いたことがあるな。韓国の人からファンメ来た時マジでわからなくて申し訳ない。ものすごい悩むぞ多分。もうね、もうポグチャンプみたいな顔するよ多分。ポグチャンプみたいな顔するようなもうこう恐ろしいのが来ると思うから、それは見えなくていいんだよそういうのは。絶対恐ろしいやつだよ。1211アリーナパラディン、アリーナパラディン、トゥトゥントゥントゥントゥトゥン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 ト、英語とか語順とかあるけど日本語で何か独特だから日本人なら日本語話せなくて恥ずかしい。自由があるんだよね、ある程度逆でやってもいいとかね。ハングルは全く読めない、全く読めないね。漢字がないとちょっとわかんないよね。韓国語のファン名翻訳にかけても内容がわからない。だいぶ苦しいよ。あー、そうなんだ。最近進化したと言われている多分 Google 翻訳、 Google 先生の手にかかっても理解できないんだ。それまたすごいな。
でも俺アジアサーバーでプレイしてないからだな、多分そういうのに遭遇しないのは。アジアサーバーでこうやってるとなんかこうやばそうなのに当たっちゃうんだろうね、おそらく。なんかいろんなところで聞くからね、アジアサーバーのこう惨状は私の、あの耳元にもあのしっかり届いてますので。NA でやればよかったら後悔してる。でもアリーナたまにアジアでやるけど、そんな、まあアリーナだからかな、アリーナはそんなにこうボコボコに言ってくる人はいないよね。なかなかあるのしんどい。そうでしょう、資産とか作ってたらもう嫌でしょう。いろんなカード作って、日本人もなかなか煽りすごかったりする。まあ煽りっていうのはね、すごく定義が難しいからね。かくいう私もね、人によってはね、とんでもないクソファッキンビームプレイヤーだなっていうのをね、たまに、俺 YouTube の方のコメントさ、たまに、紹介するしてるけど、最近あんま紹介してないんだけどさ、マナーが悪すぎますよ、みたいなね。普通に怒ってる人いるから、俺が、何ちょっと、ちょこちょこってさ、やるじゃん、いつも最後に、ちょこちょこちょこって。ちゃ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 ってやるじゃん。もうあれぐらいでさ、マナーがクソ、なんとかみたいなこと言われるから、なかなかね、世間は厳しいんだなって感じてるね。世間は厳しい。そんな悪いことしてないですやんって思いながら。そんなひどくないですやんって思ってるんだけどね。耳が痛い話ですね。本当だよね。そんなことはいちいち言うかねえと思うんだけど。あ、放置税が多いんだ。放置税は辛いね。遅延挑発盛りにぶち当たって切れそう。遅延挑発盛りか。海賊とかに対する嫌がらせなんだろうな。その時アグロのデッキプレイしてたんじゃない、多分アグロへの多分ね、恐ろしいほどの、多分怒りがあったんだじゃん、あったんじゃないかな。クソファッキンアグロ許せないっていう、そういうことじゃない。030310。まあね、アグロプレイしてるだけでこう BM みたいな、そういう風潮あるからね、俺の中で。よし、おとといじゃない、おとといのアリーナ明治負けた。よし、あとちょっとだ。散々エモートしたら爆発が終わるから笑えるな。そういう人が真面目で世間的に面白くないって言われてる人は、ああ、だろうな。サクサク、ああ、そうだね。多分、そうそう。俺を本当に怒ってくる人は多分そういう人だと思うわ。俺もそういう人とは多分ね、付き合えないと思う。俺の苦手なタイプだな。まあ、お前なんかとは誰が付き合うかって多分言われちゃうんだけど、そういうタイプとは、多分ね、俺はもう、合わないな。絶対に合わないと思う。もう目くじらビンビン立てちゃうタイプはちょっと厳しい、厳だよね。先に厳しいって言っちゃった。昨日だっけ、あれ俺ハンターやったの昨日だっけ、おとといか。0303。
ハンターの動画か。まあ、これは悪くなかったんだよ。真面目に不真面目なスタンスで、それぐらいがちょうどいいよ。なんだかんだでシャドーバーとかよりもハースの方が長続きする。楽しいし、何より運が しっかりしてる。悪いのはプレイヤー。シャドーバーか。シャドーバーはなかなか、シャドーバーやってる人、そうか、どうなんだろうな。シャドーバーはシャドーバーでやったら面白いんだろうけどね。これやったことねえし、やるつもりもないけど、なんつってもあれだろう、結構課金が必要だろう、多分な。最初のブースト課金がよ。おはじいこ、おはようなの今。一体な、何を知ってるんだ。深夜の勉強向けラジオみたいな背景、そうなってる。月が浮かんでるから。シャドバ大会で賞金あらなかった件どうなの、知らねえな。シャドバ大会な。アリーナで謎の遅延行為プレイヤーに会ったで、ね、リーブじゃないで何もせず放置をしてきて勝利を得た。いいじゃん。勝利だったらね、嬉しいわ。いい話や。勝たしてくれるんだろうね。シャドーバープレイヤーへの賄賂とか賞金詐欺とかな。運営がゴミだし、ゲームバランスがおかしい。まあ、サイバーエージェントとか言ってんだよね。だってね。まあ、サイゲームズだよ、みたいな、まあ、話もあるけど、でも要するにサイバーエージェントでしょ。まあまあ。まあ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 、そんな感じだよね。サイバーエージェントって聞いたら、まあ、うん。そんな感じだろうっていう。マシ和牛さん、シャドーバーアリーナもやるようになった。ああ、そうなんだ。和牛さん、そんなこともやってるんだ。シャドーバーは絵が苦手や。ああ、でも、今俺がさ、通ってる、学校のメイツ19歳、女性は、シャドーバーやってるよ。カードゲームとか前からやってたのって聞いたら、いや、カードゲームとかやったことないんですけど、やっぱり絵が好きなんですよって言って、シャドバやってたよ。ニコニコして。ほーしゃ、さすがシャドバやなと思って。業界人だから、そういうこと。友達がシャドバでやっぱイラストについて言ってくるんだけど、海外ではハースの方がイラスト評価されてるんだよな。イラストというかゲーム性じゃないかな、ハース評価されてるのはね。どうなんだろう。エロイスもシャドバやってた。おお、ついにエロイスもか。イケメンにしか賞金。クリップもやってたもんね。ちょっとね、ちょろっと。クリップがやっただけでドカーンって順位やから、ほんとあれ毎回草生えるよな。イケメンにしか賞金が上げられない。俺もちょっと見たけどね、あのニュース。面白いよね。シャドバのアカウント売ってハースの方が面白い。売っちまったのか。すごいな。雪玉取るぞーってやつでしょ。あと当て逃げはダメ。あ、そんなニュースもやってる。いろいろ踏まえて好きな方やりゃいそうだね。俺はちょっと時間と金銭的な余裕でできないな。ハーストやってる人結構シャドバ毛嫌いしてる人多いよね。俺もそうだけど。そうなんだ。シャドバやります。お、さすがツッツさんや。ツッツさんのこのツのマークってこれ自分で書いたんですかとかちょっと直接聞いていくスタイル。シャドバはおっぱいが顔くらいでかいのがいいね。まあそれはあるね。マッシュはいろんなゲームやるね。そうだね。まあマギオさんはいろんなのやってるよね。シャドバの大会運営で問題になったのはアベーマ TV フラッシュ。なお、アベーマ TV はサイバーエージェント。やっぱサイじゃねえか。サイバーエージェントな。シャドバの可愛さだけは認める。やっぱね。みんなシャドバ好きなんだね。シャドバ爆発しない。出た。爆発しないことに関しての、それに関して、憤りを感じてる人。
爆発しないのがダメっていうの、これは好きだわ。この理論は俺好きだ。これは好きな理論だね、俺の。あと、シャドーバー正直面白いデッキはない。フリメとかミルローブとキスナーデッキは少ないから。でもこれからでしょ。まだできたばっかだし、これからどんどん拡張が出るんじゃないかな。拾い物でいいのは、そうなんですか。いい、なかなか味のあるツタなと思って。すいません。デュエルリンクス。あ、遊戯のみんなやってる。課金そんな人。あ、デュエルリンクスはやってるね。確かに。デュエルリンクス、俺のまたメイツやってるな。デュエルリンクスやってるメイツ。もともと遊戯王が好きだった人は、デュエルリンクスやってるって言っただろう、そういえば。お父さんの胸の話はやめろ。誰もしてねえよ。俺、あの、自分の方法もう一回見直したわ。ああ、確かに。しかも気の利いたこと俺一言も言えてなかったわ。まあ、ゲームがちょっといっぱいいっぱいだったっていうのもあったけど、一言も気の利いたこと言えなかったわ。遊戯王空手マン無双面白かったね。おう。遊戯王はインフレが目に見えてるからこの先怖い。ああ、そうだろうね。最初はちょっとよ、あの、おびき寄せて、しっかりやっていくんだろう。デュエルリンクスはエモが楽しそう。ああ、エモがあるのか。まだ学習1回しか出ない黎明期だから、シャドバーはこれからして、そうだね。シャドバーが英語圏で変態人に呼ばされてると、本当どうなんだろうね。どうなんだろう。よくネタ、日本でネタになってるけどさ、それ本当に海外でそういう風に言われてるかは不明。ちょっと知らないな。お父さん来た時すごいおとなしかったね。そんなことない。俺いつもの破天荒な俺だっただろう。何言ってんだ。そんなこと言ってんじゃない。俺はいつも通り破天荒だったこと。あの、草の話もちゃんとしたし。ビッグシールドガードナー OP らしいぞ。デュエルリンクスはこの先どうなるんだろう。今のところ、強カードで殴り殺す環境だと思う。うん、そうなんだ。遊戯王の小さい頃やってたパンピー勢がやってるから、ゲーマーっぽくなくて他のゲームより堂々とできそう。あー、え、でも全員、そんな、あれでしょ、ゲームやってるからって言って、そんな白い目で見られる時代は終わったでしょ。知ら、多分知らねえけど、俺の中では。まあ、仮に見られたとしても、まあね、それはまああなた自身のね、こう強い価値観を持ってね、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなって思います。ハーストになれると遊戯はドローするためにタップしなきゃとか、フェーズ進めるためにタップ必要とかでストレス溜まる。あー。慣れちゃうとね。すでに禁止カードが用意されてる。シャドバはワイフストーンって呼ばれてる。そうなんだ。ギャルって単語は避けた。当たり前だろ。あんな時にな、ロシアの巨乳のギャルとかっていうことは出しちゃダメだよ。あれはダメ。あれ NG。草の話って何ですか？あれはね、本当はね、あの時にね、草のについて俺に話を振ってきたのは、いつもの草の人じゃなかったんだけど、あの、草って何ですかっていうふうに、なんか60歳ぐらいの人が俺の60歳男性で、俺にローグのモノマネをさせようとする人。ローグのモノマネしてくださいってすごいしつこい人がいるんだけど、その人がいつもね、草って何ですかってコメントを書いてくれるの。あの人いいパス出すんだわ。結構絶妙なタイミングでね、草って何ですかっていうのを出してくれて、で、そこから俺のいつものアフリカの話をするっていう、そういう、いつものね、流れがあって、綺麗な流れを作ってくれるんだわ。アフリカのおっさんじゃねえ。あの、俺にローグのモノマネをしてほしい人。シャドバー日本はいいけど、盤面が狭いせいでゲーム性落ちてると思う。ああ、そうなんだ。ごめん、俺シャドバーやったことないから、なんとも言えないけど、そういうことらしい。こんばんは、月が綺麗ですね。はい、ありがとうございます。やっぱいろんな人に好かれるってのはいいことだ。ダイナソー、リュウサキがインセクター、ハガより圧倒的に強いらしいな。そうなんだ。ハガーの人でしょ。俺、遊戯王もそんなに詳しくないんだよな。草の人は固定だよ。草の人は固定。草の人はね、固定だから。あ、俺もね、注意深く追ってるんだけど、草の人は固定だった。あの人が毎回ね、絶妙なパスをくれる。ジーコさん、ローグのモノマネしてくださいっていう。本当にお願いしますっていう。なんかね、必死にお願いしてきた後に、最後に、で、ちょっとその人でもう、これ言うのやめませんかみたいな話をすると、コメントで腐ってるのが誰かが書いてくれるから、で、そこで、その人が腐って何ですかみたいなことを聞いてくれるって、一連のここまでの流れがね、一応できてるから、これはそうだね、いろんな流れのうち、英語の、
ブログ宣伝の流れ、草からアフリカへの流れ。これはね、極めてスムーズにできる。で、ちなみにお父さんの時にやったのは、でもあれはね、一応名前確認したけど、多分違う人だと思う。草のおっさんじゃない。草のおっさん。63、なんかね、本人曰く、それもネタなのか、もしくはもうわかんない。もう本当に。本当に俺もわからない。本人がなんかもう、いや、年だから、もう50歳って言ったかな、50歳後半でもう、そういう若い人の言葉がわかりませんみたいなことが確かに書いてあって。本当なのかなとか思いながらもう、毎回楽しませてもらってるわ。草のおじさんは。美しい流れでしょ。いいよな。そういうやっぱりこう、なんかいろんなこう視聴者の皆さんに、ね、私の放送は支えられてるんだなと、しみじみ思いますね。そして面白いデッキを作ってくれる人、どうもこんばんは。英語のブログって何ですか？いいね。 いいね。しょうがない。しょうがないとか言って。 60歳の話がツイッチまでたどり着く。そうしたらすごいよね。漂流したんだろうな。初雲です。今日も綺麗ですね。はい、ありがとうございます。ね、ぜひね、YouTube から来た人もね、多分ちょこちょこいたりすると思うけど、ちょっと YouTube の方ね、今絶賛、今気合で、本当にもう気合で今動画の編集しているんで、YouTube ちょっと時間が遅れますがね。まあ、Twitch の方だったらね、こう、リアルタイムといっても、Twitch は、コメントラグ約10秒ありますが、しっかりね、読み込んでいこうというふうに思ってますのでね、ぜひね、たくさんコメントしてください。ゲームやってる時、俺さ、でも過去の動画を俺、こうやって見返した時にさ、まあ、お父さんが来てくれた時の見返したんだけどさ、思った以上にやっぱりね、つかめてないね。まあ、お父さんのコメントは、名前でこうサーチしてちゃんと捕まえてたけど、そうじゃない。たくさんの他のコメントはやっぱこう見逃してしまうね。見逃してしまう。あんだけやっぱね、ぐわーっと流れてくると、ああああああってなるからさ、さすがに。例えば今日の BGM NCS じゃないですけど、これは何ですか？これはね、ポリーブリッジっていう神ゲーがあって、ぜひね、ポリーブリッジっていう神ゲーをね、やってほしいね。っていう。これでググってください。そのゲームの中で流れている BGM です。今週もハース面白ハイライト動画。どんな風にやってんだろう。いちいち一個ずつ切り取ってるってこと？すごいな。神ゲーという割には最近、もうクリアしたからさ、全部。もうクリアしたってことにしよう。 難しすぎんだもん。あれはね、本当に究極の頭脳ゲーだから。あんなに絞りに絞ってもできないゲームだから。435355、Steam で買えますか？買える買える。あ、でもまあ内容知らないで、なんか無理やり買わせるのもあれだけど、でもね、確かサントラだけで売ってるんだよ、ちなみに。 すごくね、いいゲームだよ。あ、でもセール終わっちゃったんだよね。セールの時すごい安く買えたらしいけど、600円で買えるって言ったかな。あれ、それはあれだっけか、地下鉄のゲームだっけ？どっちだったか覚えてないけど、すごくね、いいゲームなんでね。めちゃくちゃ詰めまくったあげるボロボロになったやつあるよな。そう、本当に嫌だよな。嫌な動画ばっかだもんね、そう思い出すと。うわー、俺、リュウジに負けた動画また見てるわ、俺、リュウジに。リュウちゃん、やめて、リュウちゃん。これ VR スチーム買わないの？ VR ってもうあるの？ちなみに。もうなんか目星やつってあんの？ちょっと調べてみたいけど。ちょっと情報不足だわ。なんか面白そうなのがあれば。しかもまだ高いんだろうね。なんかまだ黎明期というか、それこそこれまだ始まったばっかだから、
もうちょいと空いてもいいかな。それがあれだよ、前も言ったけど、料理配信と同じ、ちょっと今、こう実家に居候の身分だから、もうちょっとこう一人でいろいろと自由にいろんなことができるようになったら、やったらいいかな。3ヶ月、半年ぐらいしたらやってもいいんじゃない？ VR こそ俺に向いてると思うから、体を、顔も体も全部出してできるっていう。フリチンでできると思うから、VR はやろうと思う。最近ミニメトロ面白いよね。橋の伝説の一線って何ですか？橋のね、伝説の一線はね、どれだろうな。あ、でも俺が一番記憶に残ってるのってどれだろう。橋ガタガタさせるやつかな。橋ガタガタにして微調整で決めるやつとかは結構あれ。あ、でもやっぱこれかな、スイング系かな。スイングスイングって言って、こうスイングスイングって言って飛ぶやつ、それが一番かな。プレミアついて8万高いね。もうちょっと待ちたいな。仕事決まりそう。仕事はね、実はね、もうね、今さ、そのスローライフの話、ちょうど今スローライフの話、今さ、広告とかね、そういうね、デザインのさ、学校通ってんだけどさ、公的な訓練校みたいなやつに。でも、なんかね、まずね、訓練校自体が、すごくね、こう、課題が多くて、なんというか、こう、流行りの言葉で言うとね、ワーク・ライフ・バランス的なね、ところはね、やっぱりその学校自体もまず、ちょっとあまりね、重視していないということと、あとね、やっぱりこの業界自体、最近あった、最近じゃないんだよね、もうね、ちょうど1年ぐらい経ったのか、電通の、社員の、ジャンピング・アラヤ、あと、こういうこと言うと不謹慎だな、自殺してしまった事件もあって、やっぱりああいう広告とかさ、ああいう業界ってね、やっぱりすごくね、長時間労働がデフォと。こともあってね、ちょっとね、今私もね、仕事本当にまあなってる内容はね、結構ね面白いんだよね。そのデザインとか、まあ元々興味があったから行ったんだけど、でもね、どうもね、労働環境的にはね、極めて良くない、どうやら極めて良くないっていうのが徐々に分かってきた。最初からそんなの分かってんだろって言われたら、はいっていうところがあるんだけど、だからね、まあちょっとまた今までやっていたようなさ、こう、リアルビジネスワールドに、帰ろうかなと、ね、ちょっと今ね、思ってて。で、いくつかね、もう、求人というかね、もう応募は出してて、まあ、いくつかは書類選考みたいなのが通って、で、いくつかこれから面接の日程を決めましょうかって話をしそうなところなんだよね。だからちょっとその辺はね、まあもうちょっと考えなきゃいけないけど、まあ実際ね、いやでもね、いろいろこうやってこの業界とかに入、まあ、入ってっていうわけじゃないけど、まあ入り口から中をこう覗いてる感じなんだけど、でもね、要するにね、でもまあこれ俺の認識なイメージとして、この業界は産業としての競争力が非常に低い。俺がね、座学で学んだ競争力の原理だったかな。マイケル・E・ポーター、ほら、有名だろ。アメリカ人の経営学者が書いた。企業の競争力っていうのは、いくつかの要因によって左右される。もちろんサプライヤーであったり、その企業に対してのサプライヤー、あとは購買者、あとは競合、あとは代替品とか。あとは、いくつかこうね、要因がある中で、どうもね、やっぱ広告とかね、こう、デザインとかっていう業界は、もうね、代替となるもの、つまり、素人だよね。素人というか、別にその勉強してない人でさえも、もうある程度、ほとんどレベル持ってる人がいるし、外注かけなくてもいいとか、あとは、競合はものすごい多くある、もうひしめいてる。だからね、この産業自体がね、もう明らかにね、なんだろう、レッドオーシャンっていうのがってよく言うじゃん。レッドオーシャンじゃなくて、もうね、レッド、なんだろうな、ポンドだな、レッドポンド。小さなね、真っ赤にもう恐ろしい競争が発生している小さな池っていう、そういうイメージなんだよね。大きな、その、収入もないし、全体としてね、産業として。収入もない上に、
それでいて中では恐ろしいほどの過密な競争が発生してるっていうね、俺のね、なんだろうな、イメージは、そういう、俺のジーコさんの、産業分析によると、すごくね、オーシャンでさえない、ほんのポンドだわ、小さな池なんだわ。だからそこにね、で、そこでいる人たちはものすごいもうね、みんな血まなこになって頑張ってるわけよ。睡眠時間削るやら、そんな中に入って、でまあもともと多分才能のある人たちでね、例えば絵が上手かったり、例えばなんかそういうアイデアマンだったり、そういう人たちがね、あの血まなこになってるところで、果たしてね、私みたいなこのちょっと月の写真見て、ちょっとこの月の写真、月に被ってる写真、これ私です。皆さん知ってますか？これ私です。こんな顔したね、私がね、そんなね、参入障壁の、まあ、低そうな、あの恐ろしい業界でね、戦っていけるかというね、デザインだけだと買い叩かれる。他にも大きくはパッケージとしてさ、なんていうか、全体で提案するとかってね、いうのもあるんだけど、でもそれって本当にもう一部のトッププロのみがやってるやつなんだよね。だから、そういうのはね、多分なかなか厳しいんじゃないかなって思うんだよね。だったら、俺のもともと持っているこの、語学力、そして、過去にこう自動車メーカーさんに対しての、まあ、本当の超、まあ、大手というか、まあね、名だたる自動車メーカーさんに対して の、まあ、窓口経験、なりを生かしたら、あのね、もう、まあ、多分どっちもね、そこまでそう、イージーな道は多分あんまりなさそうなんだけど、それでも明らかに俺はその大きな海の中で俺は多分それなりの力を発揮できうるから、まあそう考えたらね、正直どうかなみたいなところはあるんだよね。俺のせっこう考えているこうスローライフっていう、そういう考え、スローライフっていうのかな、なんていうか、そういうのにまあちょっと若干合わないような気がする。いや、なってる内容じゃ面白いんだけどね、でも、すごいな、これ私なんです。効率もだけど、効率的、結果的にどれだけプラスにできるかを考えて行動しているだけだと思うから、変えるのは難しいんじゃないか。そうなんだよね。就活で合コン目指して聞く小さな投資から浮からんで方向転換した私にはうなずきしかない。広告目指したのか、すごいな。ここを目指すっていう発想がなかったからな、これな。リスクを好まない。リスクは好まないよ。なんかもうちょっとこう、まあね。だから俺またちょっと、製造業だね。また、前にも紹介し、まあ、まあ、皆さんにはね、私ここで働いてましたっていうのを、ちょっと、ここで、まあ別に全く問題ないことは公開したけど、ああいう製造業のところで、また働こうかなという気持ちがね、今強くあるね。就活で広告目指して、あ、それを読んだわ。2回目。で、今日、じゃあこれで今日の広告、コメント、コメント読み率、今のこれ 200% だったな、今日ね。200%、2回これ読んだな。はい。今の労働者リスク、あ、これまた読んだ、これ 200%。はい。いわゆる事業会社の会社員でデザイン関係のスキルがオプションであるのは結構いいんじゃないか。そうだね。だからね、ある程度の規模の会社で、あ、じゃあこれ、自己さん、デザインとかもできるんだったら、じゃあこういうのもやってくださいって言われるぐらいの、そういう立ち位置かな。だから今やってることは、俺絶対無駄にならないと思うし、学んでること自体は、そのソフトウェアの使い方だけじゃなくて、全体的な、色合いであったり、間の取り方であったり、そういうのだから、そういうので、まあ、英語もそうなんだよね。なかなか、英語がどうしてもいきなり必要っていう、多分職種ってそんなないから、英語もまあこういうオプションがありますよっていう、そういう形でどっかに入れればいいのかなというふうに思ったりするね。受験の話とかの話では聞きたさありますね。この若手の文体だな。本当に若手って感じがするな。いいよ、それも、じゃあちょっと後で、ね、この、社会が不安定ならみんな安定志向になる。そうだね。不安定か。不安定だね。大きな変化はないから平和といえば平和なんだろうけど、少なくとも今の日本には少し違う。まあ、あえてね。
だからね、リスクを好まないっていうのは別にね、なんだろうな、リターンがいらないんだよね。まあ、いらないっていうのは、もしかしたら、酸っぱいブドウの理論。どうせ取れないから、あれは別に大した意味がないんだ。どうせお金なんて稼げないんだから、お金なんて意味がないんだっていうふうに思っているかもしれないけど、でもね、実際問題ね、私も社会人経験、会社員として働いた経験が約、7年弱か。7年ぐらいなのかな、あるけど、まあ、そこでもらってた給料自体がですね、まあまあ、多分他の人よりは良かったっていうのもあってか知らないけど、でもね、お金ってね、本当にね、別に大事じゃないから。リスクを取ってこう激しいやつとか不安定なところで働いてっていうことする必要はないんだよね、多分ね。別にお金は使わないから、みんな使うお金って、多分使う人は使うんだろうけど、俺ほんと金なんて使わないからさ。起業家、起業というか、あれだよ、本当にでもそれも一つの選択肢だよね。個人事業主っていう名前をつければいいのかな。個人事業主。長年は、長年は長いよ。職場に求めることを一つ挙げるとしたら何ですか？それは求めること一つ挙げるってことは、一番求めるものはっていう質問に多分言い換えていいんだろうな。一番求めるものか。あ、いい上司じゃない。多分。一番大事なのはいい上司。多分これ運だと思うけど。多分それだろうな。いいっていう定義は多分本当人それぞれだと思うけど。まあ、言ってることを理解してくれるとかね。そこに尽きるんじゃないかな。もっともっていうんだったらね、他にもいっぱい求めたいことはいっぱいあるけど、いい上司に当たるか当たらないかはもともと運だからとか。でもそれが一番大事じゃないかな、多分。いい上司の条件、どうなんだろうね。俺は何を条件としていい、俺の中での基準のいいは何だろうな。俺の定義づけは何だったんだろう。まあ、体育会系ではないことっていう、ない、ではないことっていうのはあれだな。それ条件として挙げるときには良くないな。何々であることの方がいいな。まあ、無理な仕事量を、なんだろうな、押し付けられなかったら別に俺はいいかな。まあ、あとは、基本的な、秩序が守れれば、ルールが守れればいいんじゃない。有能な経営者。経営者はあんま関係ないよ。もう本当大きな会社、まあ小さい会社だったら分かんないけど、俺みたいにある程度の、俺みたいにというか、まあ多分ほぼ全部の人が、ほぼたくさんの人が働いているような大きな会社だったら、あれじゃないかな。あんまり関係ないんじゃないかな。それこそ、ジゴさんみたいに外資系で一般の人で高い給料もらってたんですけど、諸々の事情で教師になったのが中学校の時の担任でした。あ、そうなんだ。そういう人もいるよな。その人なんで辞めたんだろう、ちなみに。そういう話してたのかな、その先生は。そのせいで何つったのかな？人生は金じゃないって言ってたかな？ ワークライフバランスって言ってたのかな？何なんだろうな。まあいろんな理由があるんだろうけど、人それぞれ。でも辞めたっていうのは多分何らかのあったんだろうな。嘘つかない、働く意思がある、横領しない。なんか極めて個人のなんていうか、こう経験に基づいてる感じ、匂いがするね。匂いがする。働ける人見知りとあまり働けないが交流しやすい人が人かだと前者を取る状況ってどんなものだと思う？働ける人見知りとあまり働けないが交流しやすい人、要するに社交的な、非社交的な有能と無能な社交的なやつってこと？俺常に有能なやつ取るぞ。多分。仕事ができれば別に何でもいいよ。働いててね、
俺分かったというのはあれだけど、思ったのは、分かったって言うからだな、達観してるというか、生意気なこと言っちゃうな。だから、有能だったらね、仕事をね、いや、本当にその人の求められてる仕事をきちっとする人だったら別に、なんだって許される。別に、極端なんです。別に挨拶しなくたって、くだらねえルールを守んなかったって、例えば、就業時間の何分前に来るとか、暗黙のルールを無視しようと、その人がちゃんと仕事さえ、要求されることさえできれば別に許されるから、その逆は許されないんだけど、社交的ではあっても仕事の能力がない人間は、会社では基本的には、多分俺が思うにまあ許されないというか、すごくね、悪い評価を受けるというか、陰口を叩かれる存在になると思う。だから、従って俺の意見では、仕事ができる人の方が常に必要かな。まあ、もしその職種がそもそも人見知りにできないっていうんだったら、それは働ける人としてそもそも成立しない、無能だってことになっちゃうから、前提条件として成り立たないから。働ける人見知りってそうそう、前提条件として多分成り立たないかなというところもあるけど、まあでも一人で黙々とやる仕事も別にあるから、だから、それだったらそれで、別に構わないんじゃないかな。結局実力社会が辛い、まあどうなんだろうね。実力社会というか、そんな気がする。ちょっとトイレ休憩。なんか、ちょっとみんなも、トイレ行って休憩して。はい、全員トイレ休憩。長いのがいるね。力がこもってるね。ちょっと読むわ。そうは言いながらちょっとね。ちょっと待って、最後にビデオマネージャーをいじんなきゃいけないから。大学時代の友人がボーイスカウトをやってて、子供の教育みたいなのが人生の生きがいか何かみたいで、その方が不慮の事故か何かで亡くなってしまったみたいで、そこで自分はこのままでいいのかとか、そういうことを言うのかとか考えて教師になろうってなって、教員免許を夜間学校か何かで取って、その人はちょうど2月くらいの学年終わる頃に話してくれました。はあ、なるほど。生きる意味を考えたってこと。生きる意味を考えてってことなのかな。
なるほど。で、その人が嫌だったとかそういうことじゃなかったのかな。なんか俺はなんか似ようなな、何か別の理由が似ような、まあまあ本当にそれだけだったのかなって思うけど、まあまあそういう人もいるのかな。ダイアナ女子の元で働いた経験があるけど、ジーコと全く、まあ、反対の価値観だった有能な人でも見た目が悪いと陰口叩きまくったりとか。そうなんだね。そういうね、ダメな人はやっぱりこう誰か他に叩かれる標的を作りたいっていうのがあるんじゃないかな。大学卒業して教員免許取って教材はすごいな。ああ、そうだね。でもなんか相当そうだよね。確かにね。わざわざ卒業してから夜間で教員免許取ってっていうのは確かにすごいよね。頑張り続けられる限り成功者だって昔バッチャが言ってた。頑張り続けられる限り成功者。なんだろうな、その成功の定義は何なんだろうな。頑張り続けられるだけのこう精神力があったら、まあある種、なんだろうな。人生は成功してるかもな。楽しいだろう。何かこう、頑張ってる時って、ほら、楽しいじゃん。まあ、辛い時もあるかもしれないけど、そういうモチベーションが続くって意味では、ある意味人生は成功者だろう。まあ何か成し遂げられるとは限らないとは俺は思うけど。まあ、バッチャの言ってることと若干、思いは違うけど。就職したら興味が取る人ってそんな珍しい。そうなの？たくさんいるんじゃない？たくさんいるんじゃなくて少ないだろう。こんちゃ、今日もお綺麗ですね。はい、ありがとうございます。割とブラックのような感じがするな。教員免許は大学の単位が必要で、もう一回授業を受けなきゃいけないから仕事でも、要するにあれってもう基本的にはなんだっけか、全部基礎教育とかさ、あの辺はいいんでしょ。だから要するに教員免許に必要なためのコースだけ取ればいいんだから、そんなにないんじゃないのかな。どうなんだろう。だから日本の教員はブラックらしいよね。あ、でも俺、小学校の先生をやってる友達がいるんだけど、なんか時給換算したらものすごい安いみたいなこと言ってたな、そういえば。みんな家持って帰って仕事してるみたいなこと言ってたわ。だから、そういう話聞けば聞くほど俺はいた前にいたところはそんなに悪くないところだったし、そこでさえも俺は根を上げてる、私みたいにこうね、か弱いタイプが、果たしてね、ちょっといろんなところで社会の荒波に揉まれて大丈夫なのかな。こんなにか弱い私がっていうところある。結局雇われとして生きていくなら、いかに自分の市場価値を高めていくかに注意する。特に事故を働いて監視なんかは、まあなんというかな、どうなんだろう。うまくやっていけばいいんだよ。うまくなんだろうな、難しいな言い方かな。塾講師のバイトでもお腹いっぱいだから学校教育全く無理だ。ああ、なんかね、大変だって言ってたよ。最近は特に保護者も確かにうるさいって言ってたし。トログ、産業異常、読めない。わかる。トログには。でも今俺がちゃんとこうな、噛み砕いたから。ニコさん、今もしかして今ウェブデザインか何か目指してるんですか？まあ、それも一つの選択肢だと思ってたけど、どうなんだろうね。なんか、スーパー激務らしいからね。いや、心理学とか教科ごとの勉強が必要になるって学校誌によるけど、小学校が一番だな。そうなんだ。結局、結構自分の周りでも就職してから教員免許取る人いたから、そんなに、あ、そうなんだ。変わってるね。続けられること見つけられたら成功者だって思って、ああ、そういうことか。どっちかっつうと俺は何かこう、そういうものが、あ、なんかやりたいことがあって、体力もあって、気力もあって、続けられるような人って人生としては成功なのかなとか、そんなことっていう。時給関してはコンビニの方が高いよ。教師も今話題の保育士も。らしいよね。ようやるわ。まあ、ようやるわというか、まあ、よう、入り込んでしまったからなんだろうけど、働いてる人は偉大やな。ちなみに俺の今このジーコラジオ聞いてる人というか、まあ普段の放送ね、見てる人の、多分 YouTube と基本的に俺年齢層が一緒だというふうに仮定すると、多分ここで見ている人のね、どうなんだろう。え、まあ、ちょっと久しぶりに見るから、ちょっと YouTube アナリティクスを。最近ね、YouTube の方も動画も上げてねえし、コメントも返信もくっそファッキン遅くなってるから、ちょっとアナリティクスを見るのが久しぶりだな、なんて。ユーザー層によると、
最近35歳から44歳、あ、45歳から54歳の女性の割合が増えてるな。はい、どうでもいいです。視聴者の性別。ぴょこん。98% 男性。で、年齢は、もう女性はもうほぼゼロなんで無視します。24歳以下、55%。25歳から34歳、34%。35から44歳、8%。まあ、ほぼ、要するに25歳以下の人が大半だな。だから、まあ、なかなかあれなんだろうな。ここにいる人はどれだけ働いている人がいるのか。それともまだ学生も多いんだろうけどね。多分、実際はね。正直、大学で教員免許取ったやつから見ると全く見ない免許だと思うわ。なんで教えられるぞ。小学校免許は必要単位数が一番多いよね。高校が一番少ない。ああ、そうなんだ。フロントエンド寄りのウェブデザイナーとして働いていますが、激務なところが多いですね。都心は特にすごそう。そうだろう。だから俺も激務は無理なんだよ。家でゆっくり配信したいっすわ。そうなんだよね。やっぱ結局どこもそうなんだよね。教師の利点があるとしたら、物を売るとかノルマとかのストレスがないことぐらいかな。他は危険がいっぱい。あれ、危険いっぱいだろうな。教師は真面目な人ほど潰れる。あー、潰れた先生っているんだろうな。高校の教師は好きになれない。なんだ好きね、個人的な話が。基本的に教師好きじゃないけど。高校の先生がでも楽って言ってたよ。俺が聞いた話で、高校の、主要5科目以外の先生が一番楽だって言ったわ。先生の中、俺のその同級生トークによると、高校の先生で、かつ主要5科目の以外の先生だったら、クソ楽だって言ったわ。でもそんなとこはなかなかないって言ったけどね。枠が。教師ストレス多そうだよね。教育に携わらないと、10年で免許しっこすか、ほとんどの人は必要ない。あ、そうなんだ。ああ、そうかそうか。しっこすんだ。でも、腹筋も楽なんだろう、多分。子供が好きは心を殺せないと教師は続かない。ああ。俺は女性登録者が実質 0%。はい、ありがとうございます。やっぱ高校以下はそれはいい学校行くべきだな。ああ。親がやばい。工業高校を潰そう。いいじゃないか、工業高校があったって。日本語は通じる高校につけたら天国だって先生が言ってた。ああ、俺のさ、仲のいい友達の兄ちゃんが、先生やってて、なんかやっぱり荒れてる学校はすごいってたな。恐ろしいことになってたぞ。ちゃんと話を聞いてくれるって言ってびっくりしたっていう話を聞いたわ。ひーだよね。担任とか持たなければ嘘だね。ああ、部活の顧問はサービス残業だよな。ほんとあれかわいそうだわ。俺今思えばほんとにかわいそうだと思うわ。部活の先生とか。部活の顧問とか、マジでかわいそうだよね。やれば地獄だと思うわ。俺、高校の時のその先生は、部活の顧問は、俺バレーやったんだけど、バレーボールがほんとに好きな人だったから、本人もすごく楽しくやってたと、俺は信じてるけど、よかったけど、あれ、そうじゃなかったら本当辛いよな、地獄だよな。サービス残業の極みだよな、部活の顧問とか。サービス残業の極みだな。あんなのねえよ。教員免許で無駄なバレーなんだけど、有能者集めたら廃止した方がいいんじゃないかな。どうなんだろうな。言うのか。免許継続のために講習があるので、教員に携わらないと受けられないから多分、いやー、そういうこと。講習を受けるためには、そもそも、そうか。そういうことか。1年目から担任を持たす学校もある。地獄だね。そのスポーツとか楽器とかやってない人が顧問になったりするから、そこも変だので、まあしょうがないんだろうね。あれはなんか若手の先生の、なんつうか義務というかさ、かわいそうにやらされてるよね。先輩ど素人なのに初年度です。そこそこ強いバスケ部の顧問にされててさ、かわいそうだよな。でも俺も見たよ。俺の近所のさ、すごくこう、何?バレーボール?
が強い学校があって、でそこはそれまですっごい名門だったんだけど、その先生がいなくなってからもう負け続けるんだよね。でなんとかしてそれを再建するみたいな、そういうのはなんかちょっとした企画でやってたんだけど、なんかテレビ見ててかわいそうだなと思ったよ。あ、無理させられてんなみたいな。中学から高校に上がった時にみんなが真面目に座って授業を受けてる学校に感動した覚えがある。荒れてる世代ってあるよね、中学とかはね。激荒れの世代って。1年目の人が担任持って学級崩壊したクラスは他のクラスでありました。ああ、かわいそう。でもちょうどね、俺中学の時には、あ、ちょうど今俺の反抗期の話もこれうまくつながりそうだな。ちょうど中学の時って結構ね、高校学校が荒れてて、先生もなんかストレスで入院したな、俺の担任の先生かわいそうに。でもあれも先生もね、今考えたらね、すごくね、なんていうか、まあ、能力が低いって言うと言い方がまた悪いんだけどさ、あんまり上手じゃなくて、なんかクラスで、何？まあ、勉強がちょっとできるやつが、テストで全然点が取れないやつをちょっとバカにするみたいなね、そういう事案が発生したことがあって。で、それを多分その先生良くないと思って、まあ、それ良くないと思うのはまあ正しいと思うんだけどさ、良くないと思って、なんか最後のさ、何？ホームルームみたいなやつあるじゃん、最後の。一番最後のさ、みんなで、なんか帰りの会的なやつ。あれで、なんか高校レベルの数学の問題を先生が出して、その何？どっちかっていうと、ほら、勉強ができて、他のやつをバカにするタイプのやつにね、これ解いてみろって言って。わかりませんって。ってそいつは答えたね、バカって言って、お前はこんなことも分かんないのかみたいなね、先生がそういうこと言って、まあ多分ね、その先生なりに考えたこうショック療法というか、なんというか、そういう風に言えば言われる側の気持ちも分かるだろうみたいなね、そういう風に思ったのか知らないけど、なんかそれをやったらさ、それがなんつうの、そいつからなんだろう、教育委員会的なところなのかな、分かんないけど、広まっちゃってさ、生徒にバカという発言をしたみたいなね。まあそこはね、意図を汲み取ってあげればいいとは、まあそこはちょっと大人の判断で許してあげればいいと思ったんだけど、なんかやっぱ割とね、学校で問題になっちゃって、でその先生はその問題でちょっとストレスを病んで、ストレスでちょっと病んで、何？入院してしばらくはお休みしてたな。かわいそうに。まあもうちょっとやり方があったんだろうけど、まあ、言いたいことは、意図はわかるんだけど、もう少しね、言葉を選んだりした方がよかったなっていう。そういうのはあったな、かわいそうに。あの先生も。多分辛かったんだろうな。俺は高校で野球部だったが、ど素人の先生が顧問の一人で、試合後のミーティング、技術の面が話さないか、精神論ばかり。悲しいな。もう全員損してるな。そういう話聞くと悲しくなるわ。全員損してる。誰も得してないんだな、本当に悲しいわ、全員が悲しいな。これなんていうの、これ水落ちか、戯れに殴るようなところ、そういう学校だったからね。反抗期の事故でその辺に氷吐き捨てたりして、そんなことしてないよ。こんばんは先生の話、そうそう先生の話、失神ゲーム流行ってたよ。そうそう、帰りの会って言うんだよね。トイレビューとか行って授業中に行きないトイレって、でもそれに近かったのかな。教師の人って変な人が、というか無能な、というかなんか人が多いそうなんだよね。正義感がもう、俺の考え方とか同情する。そうなんだよね。彼なりにね、すごい熱い先生だった。その先生もね、どっちかって俺がさっき言った、真面目で面白くないタイプの人だったと思う。その先生はね、なんかね、すごいまっすぐだった。なんか、毎週、手書きの、毎週ね、手書きのね、なんだろう、今週はこういうことがありましたみたいな、
ていうのをね、結構ね、何行かな、多分ね、400字とかね、800字か、400字から800字ぐらいのやつを、手書きのやつで毎週、こう、クラスのお便りみたいなの作ってて、今考えたら結構な、ね、仕事量になると思うし、なかなか大変だと思ったんだけど、それぐらいね、すごい熱意のある先生だったんだけど、でも表現がちょっとあの先生は苦手だったのかな。なんか、変わってた。部活羨ましい。ね、やってなかったの部活。それとも今やってないのかな。ブラックだって分かったら教師って選ぶあたり基本的に変な人が集まって分かって選ぶのかな、好きだからっていうので選んでんじゃないかな。授業すると授業じゃなくなりそう。俺でも、なんだろう、生徒はなんだろうな、どうだろう、なんとかやれそうな気がするけどな、どうだろう。変で悪かったな。はい。もちろんいい先生もいるんだよ、そうそう。保育園とか小学校の先生向けの熱心さ、そうだね。ああ、そうだね。それぐらいの熱心さならそうだね。受けそうだよね。教師に当たり外れものすごいあるんだろうな。俺も思うわ。俺も、俺がね、ちょっと皆さんは反抗期っていうのがあったのかな？反抗期。皆さんは。まず話題を振って、ちょっと動画の、全く動いてないので、ちょっと動画の方を、やります。やっぱりこう、反抗期と言われる時期がある人と、全くない人と、俺、荒れた人もいれば、本当に荒れないで、まっすぐ育った人もいるしさ。ちょっとね、まずちょっとね、みんなに問いかけるというスタンスで、ちょっと動画の方を編集します。シャン。他に選択肢がないから教師になった人もいるから、選択肢がないからか。大学の教師の当たりはずはもっと大きいだろう。それなりにやった。逆にない人っているだろう。俺の友達に何人かいるぞ。それが俺が気づかないだけだったのかな。人生反抗期。何と戦ってるんだ。その振り上げた拳を下ろせ。疲れるぞ。身に覚えはないけど親はあったって言ってた。そういう場合もあるよな。韓国にいるとき、誰の力も借りて一人で生きていきたいみたいに錯覚するんだよ。あるな、そういうのもな。がっつり養ってもらってるのに、そう、そういうのもあるね。若手のときには思っちゃうよね。大学授業は授業を持ってても、大学教授は授業を持ってても教員免許いらないから、なおさら人を選ばない。そうだよね。まあでもあれこそある程度実力社会じゃないのかな。どうなんだろう。そんなことないのかな。あれって。実力じゃないのかな、それとも、なんか別の要因なのかな。俺の友達も一人最近大学の助教授になったのかな、准教授だったかな、わかんないけど。どっかの大学で先生やってるけど。年始に会うな。教授って言うんだよ。あいつ来ないって言ったか、来ないって言ったか。まあいいや。俺もその、荒れた時期っていうのがやっぱりあって、小学校ね、多分ね、俺の前はね、3、4年生ぐらいだね。あの時が一番ね、荒れたね。あれあれ。一番こう、生意気だった時期だったと思う。あのね、何がね、あれだかっていうと、まあ、俺、兄がいて。で、勉強とかさ、もうね、割とね、こう、隣に座ってやるみたいなとこあったからさ、我が家の家庭の方針というか。ね、兄弟、多分ね、兄弟、男二人の兄弟だったら、肌荒れならひどかった。俺もそうだわ。確かにニキビができた。ストレスだな。あってさ、先にちょっと話をさ、ちょっとさせてくれ。あって。で、何？大体一緒に勉強してたから、小学校の授業っていうのはそもそもさ、楽じゃん。俺はティームみんなみたいにさ、こう、私立のなんとか小学校に通ったわけじゃなくて、公立のさ、クソいながら公立の小学校に通ったからさ、やってる内容とかもうね、クソファッキン簡単なわけ。まあ、それは、言わんとしてるのは、俺がもともとこうね、優秀だったからとか、賢いからというよりは、兄貴がいて、大体ね、一緒にこう、
並んで勉強してたから、そもそも俺は2年先のこと大体やったんだよね。だから授業がさ、もうね、簡単すぎてつまんないわけ。もう、で、足し算とかさ、小学校1年生の時はね、もっと素直だったから、ふんふんって言って聞き、もう、これ分かってるけど、一応みんなの真似して、いやーのーってやってたけど、3、4年生ぐらいになってから、なんで俺がこんな分かってるのにこんなことまでしなきゃいけねえんだよっていうね、そういう気持ちがやっぱり芽生えてくるわけよ。小学校3、4年生ぐらいになってくると。は？分かるし、みたいな。分かることでなんで俺がもう一回やるんだよ。もう筆算の仕組みはもう分かったんだよ、みたいな。掛け算の筆算の仕組みは分かったから、もう同じことの繰り返しなんだから俺にやらせんなって言って、頼むから、ちょっと俺を一人で、本を読ませてくれと。授業の邪魔しないし、うるさいこと、他の人とこうおしゃべりをするわけでもないから、邪魔しないから、皆さんの、こういう言い方もちろんしてないけど、その若手の時はね。他の人の妨害はしないから、邪魔しないから本を読ませろっていうね、そういう、これは面白くねえしって言って、言ったんだけど、どうもね、それがね、あの当時許されなくて。で、でも本当、これ簡単すぎて やる意味がないって言って、その当時やっぱりこう、ほら、キッズだからやっぱりちょっと、そういう風な形でちょっとね、先生と対立することがあって。で、しまいには何もう、だったら授業を開けなくてもいいみたいなの切れちゃってさ、もう先生が。なんでダメなんですかみたいな。その時から結構ね、理屈にこだわってたから、ダメな理由は何ですかっていう、そういう言い方をその当時がしてたから、なんでダメなのかちょっと説明してくださいって。それはね、そういう言い方をしてたんだけど、そうしたら、みんながやると言ったら、いや、だから、それは、だから、どうしてそれをやらなきゃいけないんですかみたいな話をね、延々として、そして最後に先生が、プッツンしちゃって。だったら、もう、図書館でも図書室に行って、ずっと本でも読んでなさいって言われて、はーいって言って、それでそのまま授業放棄して、俺、その辺はね、小学校多分ね、3年生ぐらいはね、多分、体育の授業以外、俺、ほとんど、その時期はね、1ヶ月くらい出てなかったんじゃないかな。俺、ずっと本読んでたから、その時、図書館で。図書室か。もう家にはもう鬼電かかってくるしさ。もう親のところに電話がもうね、鬼電かかってて、すごく迷惑をかけたらしいわ、どうやら。ちょっとお宅のお子さんが、みたいな。全然言うこと聞かないんです、みたいな。鬼電がね、どうやらかかってたらしいわ。だからそれに対して、やっぱり、うちのね、親のいいところは、いや、それはうちの子供が正しいから、そうさせておいてくださいって、それガシャって切ったし。だから、もうね、それからね、しばらくね、授業は出てなかったな。そういう時期もあった。意味がねえって言って。意味がねえから出ねえっつって。あの時行けなかったな。あの時は本当にそういうところがあった。悪いところがあった。でも途中で向こうが折れた。最後は向こうが折れて、教室で本を読んでくださいって話になって、あ、こうやって、完全に俺の勝利だなと思ったら覚えてるわ。あ、教室で本を読んでいいですっていうのに最後に落ち着いたから。それで俺は教室に帰っていった。悪い経験だよな。あの勝利経験はあまり良くない。あれも先生は先生だ。あの時も若手の先生だったんだよね、確かね。多分30歳とか30歳も行ってないかな。それぐらいだった気がする。困ってたんだろうな、先生もな。モンスターキッズやろうな。大パンはしないけど。自主の、そうそう。いやー、簡単すぎてさ。そういう経験ってあるだろう、多分。こんなんやってらんねえよみたいな。